ロデリック、何をなさるおつもり？何？この家もだいぶ傷んで、まるで100年も経ってるみたいだからね。おはよう。なんだかお母様のことを思い出すわ。うん、まるで昨日のことのようだ。母さんの元気だった姿が目に浮かぶ。さあ、ルーシア、涙を拭きなさい。今日はクリスマスだよ。ごめんなさい、少し涙もろくなって。私は年を取ったのね。ずっとここにいてくれるもんだと思ってた。ダナビーブさん、ちょっと、皆さんがお揃いのところへお伺いできて、これほど嬉しいことはございませんわ。まあ、ジャナビーブも私も生まれる前に亡くなってしまったんだよね。こうした深海地じゃ確かに時の流れが早いんだ。でもヨーロッパではあんな悲惨な戦争がいつまでも続いていて、結局のところ国家としては時々戦争が起こるのに、家に若い者がいないと時間の経つのが遅い。私たちはきっとどこかに3人の子供を持っているのね。そうさ、1人は祖国に命を捧げたんだ。